クリントン・プレスバ・アンダーソンはアメリカ合衆国の政治家。ニューメキシコ州選出連邦会議員、農務長官、ニューメキシコ州選出連邦上院議員を歴任した。1895年10月23日にサウスダコタ州センタービルにおいて誕生した。アンダーソンは地元の公立学校において教育を受けた。 アンダーソンは1913年から1915年までダコタウェスリアン大学で学び、続いて1915年から1916年までミシガン大学で学んだ。アンダーソンはいずれの大学からも学位を取得しなかった。1916年に父親が死去するとアンダーソンはミシガン大学から帰郷し、家族の扶養にあたった。アンダーソンはサウスダコタ州。 ミッチェルの新聞社に勤務した。1916年末、アンダーソンは結核を発症し、新聞社を離れた。アンダーソンは一時渋滞に陥ったが、この時点では病院が結核であることに気づいていなかった。1917年、アメリカが第一次世界大戦へ参戦すると、アンダーソンは従軍を希望した。アンダーソンはアメリカ軍の健康診断を受け、 結核を発症していることを通知された。アンダーソンは医師から半年間の療養を勧められた。アンダーソンは医師の勧めを直ちに受け、ニューメキシコ州アルバカーキのメソジスト療養地に入った。アンダーソンは1918年まで療養地で過ごし、しばしばヘラルドープウェルズカウンティ市へ寄港を行った。1918年に健康を回復して、 療養地を離れたアンダーソンは、アルバカーキヘラルド氏の従業員に採用された。アンダーソンは、ニューメキシコ州サンタフェに派遣され、衆議会の担当記者として働いた。修正の共和党支配に批判的であったアンダーソンは、一部の民主党議員と友好関係を築いた。アンダーソンはいくつかの法案立法に関して、民主党議員とアイデアを交換し、その一部は、 実際に州法として成立した。アンダーソンは、以後、民主党との生涯にわたる関係を構築した。1919年に、ニューメキシコ州公衆衛生協会の事務局長に就任した。アンダーソンは、結核治療活動のための資金獲得を図り、軍単位での保健衛生基盤を構築した。また、公衆衛生省の設立にも貢献した。 1920年代初め、アンダーソンは独立して事業を起こした。当初は新聞事業で活動したが、将来の見通しが悪いと判断し、1922年に保険会社ニューメキシコローンモーゲージカンパニーを新たに起業した。アンダーソンは企業買収を繰り返して事業を継続し、間もなく会社名をクリントン・ P ・アンダーソン・エージェンシーに変更した。 1919年以降、アンダーソンは積極的にアルバカーキ市内のロータリークラブの活動に関与した。1930年、アンダーソンは国際ロータリーの委員に選任された。アンダーソンは政治的及び事業的なバックグラウンドをもとに、1932年に国際ロータリーの代表に就任した。1928年に、 ニューメキシコ州民主党代表となり、続いて1933年にニューメキシコ州財務官に任せられた。そして1934年以降ニューメキシコ州が関わる初期間の責任者を歴任した。アンダーソンは新設期間ないし緊急事態に直面している機関へと加わり円滑な運営を行えるよう改善指揮した。そして問題が解決したと判断すると、 同様の問題を抱える機関へと移った。アンダーソンは1934年にニューメキシコ州再入局長、1935年から1936年にかけてニューメキシコ州救済局長、1936年に連邦緊急救済局政部担当官、国民青年局ニューメキシコ州担当官、1936年から1938年に、 かけてニューメキシコ州失業保障局長を務めた1940年、アンダーソンは、ニューメキシコ州民主党内での派閥対立から、連邦会員議員候補の一人として、名前が挙げられた。当時のニューメキシコ州選出連邦会員議員の定員は、全州で1名であったため、党内での候補者一本化は必須であった。 党内勢力的には、現職ジョン・ジョセフ・デンプシーが優勢であったが、党内調整の結果、アンダーソンが民主党の統一候補となった。アンダーソンは、政治的及び商業的コネクションを基盤に、本選挙で勝利を収め、以降1941年から1947年まで、連邦会議員を3期6年務めた。連邦会議においてアンダーソンは、 複数の特別委員会で委員を務め、1945年には食料不足を調査するための特別委員会で委員長を務めた。食料不足調査特別委員会においてアンダーソンは食品流通システムの合理化を支持し、また食料生産増加のための長期計画を提起した。アンダーソンは内国の食料計画で実績を残し、 個人的信仰のあったハリー・トルーマンから1945年にノーム長官としての起用を受けた。ホワイトハウスのクリスマスツリー点灯式に出席するアンダーソン1945年にハリー・トルーマンが大統領に就任した直後、アンダーソンは大統領からノーム長官としての起用を受けた。アンダーソンに求められた任務は第二次世界大戦によって疲弊した内国の 農業経済の再建であった。アンダーソンは食料不足解消のため物価統制や補助金支出といった政策を取った。また戦後の農業政策を決定づける重要な役割を果たし、特に家計支出について関心を払った。1946年以降は世界的な食料危機が現実味を帯びてきたことから緊急基金対策委員会の設立を トルーマン大統領に求めた。アンダーソンは、食料問題を根幹から改善するために日本の対策を打ち出したが、それらは論争の的となった。アンダーソンはまず、既存の食料生産及び流通のフローを、農務省の管理下に組み込むことを試みた。ついでアンダーソンは、トルーマン大統領及びハーバート・フーバーゼン大統領に対し、 緊急基金対策委員会の委員長のポストを求めた。アンダーソンはトルーマン大統領及びフーバーゼン大統領と緊密に連携して基金対策に努めた。アンダーソンはフーバー大統領が打ち出した食料不足緩和に関する提案を指示し、トルーマン政権はその大部分を採用した。またこの提案の実施に関する責任はアンダーソンが負うことになった。 アメリカの食料生産及び世界的な食料配分は1948年までに安定化することに成功した。この時点においてアンダーソンは農務長官を辞任することを決意していたが、直面する当面の問題が解決するまでは農務長官のポストに止まった。農務長官退任後、アンダーソンは隠居することを検討した。だが、州民主党の連邦上院議員、 カール・ハッチは自らの議席の公認としてアンダーソンを指名し対立候補であった共和党パトリック・ j ハーリーを抑えられるのはアンダーソンしかいないとして現役活動の継続を促した。結局のところアンダーソンは1948年の連邦上院議員選挙に出馬し共和党ハーリーとの一騎打ちに臨んだ。大物二人による選挙戦は 1948年の選挙の中で最も熾烈なものとなった。民主党トルーマン政権は全国レベルでの選挙活動を展開し、上院で多数派を占めていた共和党による議事妨害を批判した。選挙は全国レベルで民主党が勝利し、アンダーソンもまたハーリーを下した。百五十四年の選挙では現職ニューメキシコ州知事エドウィン・リアード・メカムを下した。 アンダーソンの選挙戦では過剰な盛り上がりはなかったが、全国レベルでは前回選挙で民主党が多数派から転落していたことから重要な選挙戦と位置づけられていた。アンダーソンは1960年と1966年の選挙でも大差をつけて再選した。連邦上院議員としてのアンダーソンの業績としては、宇宙計画をストレートに提案したことが挙げられる。 アンダーソンは1963年から1973年まで航空宇宙科学委員会で委員長を務め計画予算の割り当て増加に尽力した。アンダーソンが委員長のポストに就いていたのは20世紀の宇宙開発競争の最重要期であった。アンダーソンはワシントン DC においてアメリカ航空宇宙局の予算を握るキーマンとしての役割を担った。 アンダーソンはまた、イリノイ州選出連邦会議員、チャールズ・メルビン・プライスと共に、プライス・アンダーソン原子力損害賠償法を提起したことでも知られている。アンダーソンは、第84議会及び、第86議会で、両院原子力エネルギー委員会委員長、第84議会から第92議会まで、両院スミソニアン施設建設委員会委員長、 第84議会から第92議会まで両院、ネバダホッピ族インディアン委員会委員長、第85議会から第86議会まで、上院記録保存特別委員会委員長、第87議会から第88議会まで、編境地、古党委員会委員長、第87議会に、国家燃料政策特別委員会委員長を務めた。アンダーソンは、 連邦上院議員を4期24年務めた後、健康的問題により、1973年に辞任した。アンダーソンは1975年11月11日にニューメキシコ州アルバカーキで死去した。アンダーソンの遺体は、ワイアットグロス共同墓地に埋葬された。ありがとうございます。